ウクライナの東部ドネツク州の州都ドネツクは、2022年2月24日のロシアによる侵略戦争開始以前から、反ウクライナ政府を掲げてウクライナからの独立を目指していた親ロシア派武装勢力の支配下にあったよね。しかしながら、そのドネツクからわずか 10km ほどにあるアウディーイウカは、2014年のドンバス戦争の際にもウクライナ軍が支配し続けていて、市街地がほぼ要塞化されていると言われているぜ。さて今回はアウディーイウカにおいてウクライナ軍が劣勢に追い込まれている件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年9月にドネツク州の親ロシア派武装勢力は、ロシアの後押しを受けて形ばかりの住民投票を実施して、ウクライナからの独立を宣言してドネツク人民共和国を設立。ロシアのプーチン大統領は直ちにこれを承認してドネツク人民共和国をロシア連邦に組み込んだんだ。しかし、その間もアウディーイウカはウクライナ軍が守り続け、ドネツクの喉元に突きつけた歯のような存在になっていたため、親ロシア派武装勢力の部隊とロシア軍とがアウディーイウカを攻略すべく、何度も攻撃を仕掛けていたが、それらの攻撃はこれまでウクライナ軍が全て撃退してきたな。ウクライナ軍参謀本部では2023年11月時点においてもウクライナ軍はロシア軍や親ロシア派武装勢力の部隊からの攻撃を全て撃退していて失敗に終わっているとして、アウディーイウカの防衛をアピールしているが、ここに来てロシア軍がアウディーイウカの包囲網を次第に狭めているとする情報がロシア側ばかりでなくウクライナ側からも上っているみたい。ウクライナ側の軍事ブログではアウディーイウカの戦況が悪化していることを伝えていて、市街地の南近郊にあってこれまで守備についているウクライナ軍がロシア軍の攻撃を撃退し続けてきた工場地帯について、制圧されるのは時間の問題だと報告しているよ。この南の工場地帯ではこれまで、幾度にも及ぶロシア軍の攻撃を撃退し続けて、一度たりとも突破されたことがなかったんだけど、ウクライナ側の軍事ブログでは、ロシア軍は戦車、装甲車両、歩兵を投入して工場地帯の守りを突破し、工場地帯の西外れにまで到達したと報告した上で、ウクライナ軍の反撃でロシア軍を押し戻すことは可能かもしれないが、これまでウクライナ軍が守ってきた陣地のほとんどが大きく損傷しているため、工場地帯を制圧されるのは時間の問題だろうと見ているね。また、ロシア系の軍事ブログでもアウディーイウカの南の地域においてロシア軍が前進したことが確認されたとしていて、ロシア軍は2014年以降ウクライナ軍が支配していたアウディーイウカの工場地帯に足場を築くことに成功し、さらにその周囲に占領地域を広げていると報告しているぜ。さらにアウディーイウカの北側でも、ロシア軍の攻勢によってウクライナ軍が次第に後退していることが、インターネットや SNS 上で公開されている動画や画像などの視覚的証拠から明らかになりつつあるな。アウディーイウカの北西にある広大なコークス工場と、工場の北西にあるステボベという集落を結ぶ鉄道路線をめぐって、両軍の攻防が激しくなっていたが、この周辺における戦闘を伝える動画や画像がほとんど線路の西側で発生していることから、線路すでにロシア軍の支配下にあるものとみられ、ウクライナ軍が立てこもっているとされているコークス工場への砲撃が激化していることでロシア軍に工場内に侵入されることもまた時間の問題であろうとする見方が広がっているみたい。西側諸国のメディアによる報道では、アウディーイウカでの戦闘におけるロシア軍の損害が大きく膨らんでいることを報じていて、ロシアがウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降の両軍の装備の損失について、SNS やインターネットなどに投稿された動画や画像を元に集計するオープンソースインテリジェンス OSINT などによると、アウディーイウカ方面での両軍の軍用車両の損失数は、同日時点におけるウクライナ軍の軍用車両損失数が、わずか16両であるのに対して、ロシア軍のそれは221両にも達していることが明らかになっているんだ。これらの数字は視覚的証拠によって確認されたものだけであるため、実際の損失数は両軍ともにさらに大きなものであると見られるが、それにしても通常なら攻撃側の損失は防御側の3倍とされている損失比率に対して、アウディーイウカのロシア軍の損害が大きく上回っているのは確かだな。この両軍の損害状況を踏まえた上でのものかは不明ながら、ウクライナのゼレンスキー大統領は11月14日夜のビデオ演説において、ロシア軍は昨年から激戦が続いているバフムート近郊での戦闘よりも、アウディーイウカ近郊の戦闘において、これまでにない早いペースでかつ大規模に兵士と装備を失っているとした上で、アウディーイウカ近郊でロシア軍の損耗が激しくなればなるほど、戦況はロシア軍にとっては悪い方向に流れることになる。として、ウクライナ軍のアウディーイウカでの抵抗は、ロシア軍の主力を引きつけておいてその戦力の消耗を図る作戦であるとして主張したようだね。しかしながら、ここ最近ではこのようなゼレンスキー大統領の発言やウクライナ軍参謀本部など当局からの、アウディーイウカにおいてロシア軍の攻撃を撃退しているとする主張については、疑問を呈する声が高まっていて、ウクライナプラウダ市でさえもアウディーイウカを守るウクライナ軍兵士の証言として、セベロドネツク、リシチャンシク、バフムートでの教訓が活かされていないと報じているぜ。その報道では、アウディーイウカ周辺の戦況が悪化し始めたのは2023年に年が明けた頃からで、ロシア軍は2月にアウディーイウカの南にあるボーダインとオプトネを占領したほか、3月には北のベルゼとクラスのホリフカを占領した上で、アウディーイウカに西側から繋がっている幹線道路 O0542 を遮断しようと試みているのは明らかであり、つまり現在のロシア軍の攻勢は突発的なものではなくアウディーイウカ包囲を狙うこれまでの作戦を継続しているに過ぎないとしているな。このウクライナ軍兵士は、ロシア軍はコークス工場の北側にある高台を占領したとして、この高台は視界が開けすぎているため陣地を築くには適さないが、ここから鉄道線路を経て、コークス工場へ攻撃を仕掛けることが容易となったとしてテリコンと呼ばれる高台を失ったことを残念だと語ったよ。そしてさらに、ロシア軍はステポベ近郊にあるダーチャに向かって攻勢を仕掛けていて、線路を越えてステポベ集落内に侵入した上に、線路沿いにさらに北に進み支配地域を広げることに成功している。としていて、現地のウクライナ軍指揮官も我々はステポベ集落内に築いた陣地を失い、ロシア軍が集落に侵入し始めたと述べたこともウクライナプラウダは報じたみたい。そして同誌は、アウディーイウカにおいてロシア軍が大損害をかぶりながらも前進しているのは、ウクライナ軍があらかじめ築いていた防衛ラインの後方に第2の防衛ラインを構築していなかったことにあると述べているぜ。今年の10月になってアウディーイウカに増援として移動してきた、第47機械化旅団の兵士の話として、ロシア軍は前進するとすぐさま塹壕を掘って防衛ラインを築いているが、我々には塹壕を掘るための装備がなく、兵士がそれぞれスコップで自分のタコツボを掘るだけだと語ったことを伝えており、この証言からアウディーイウカの側面を保護するための第2、第3の防衛ラインが用意されていないことは明らかだよね。ウクライナ軍はアウディーイウカの街は十分に要塞化され、1年半以上も防衛してきた。第110機械化旅団はこの要塞を熟知していると主張して、守りが万全であることを強調しているのであるが、ウクライナ国内のメディアや軍事ブログなどでは、ウクライナ軍がアウディーイウカを守りきることに期待する声が次第に小さくなりつつあるんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。